です。今日はシンプルに動く前にしっかりストレッチをした方がいいっていう話をしていきたいなと思います。みんなが知っている当たり前のことを言いたいんではなくて、自分の本気を出すためにしっかりやった方がいいよねっていうことを言おうとしているわけですね。ストレッチをやったら可動範囲が広がるわけなんだけど、ストレッチをしなくても別に体を動かしてたら体は温まって体は動きやすくなるし、可動範囲って広がるんですよ。例えば私が今ノーアップでバック転をここでしたとするでしょ。そうしたら最初は硬いんだけど、何回もやってるうちに体がこうやって伸ばされることによってここが伸びてくるんだよね。それで体が最初よりは反れるようになってくるので、そんな感じで体って別にストレッチをしなくても動いてりゃ動くようになるみたいなところはあるわけなんだよ。でもそれだとなんか必要最低限しか伸びないっていう感じで、まあ余裕があった方がいいよねっていうこと。例えばだよ、バク転でさ、ブリッジ体を反るときにさ、こんだけ反れたらさ、めちゃくちゃ有利じゃない？有利だよね。でもそのためにはしっかりストレッチをやらないと、あの可動範囲って出ないんだよ。まああそこまでは出ないと思うけど、しっかり自分のなんだろう、出せる限界の可動範囲って出せないんだよ。だからやった方がいいんだけど、意外とその時間の節約だったりとか、なんか練習量をたくさんこなしたいからっていうことで、このストレッチをね、サボっているような人もいるんじゃないかなと思うわけ。あるいはストレッチの仕方がわからないとかね。ストレッチのやり方については、硬い人にこそ見てほしいっていう動画、具体的なストレッチのやり方をこの間出しましたんで、そちらをね、見てほしいかなと思うんですけど、例えばちょっとありそうな例が、これからウォーミングアップをします。腕回します。軽くね。で、こっちもやります。手首、足首、こんな感じ。まあ、軽くこう、首も回して。よいしょ。終わり。みたいな。これダメです。これじゃあ全然可動範囲は広がらないです。まあ何の動きをやるかにもよるんだけど、せめてバク転をね、するとしたら、めちゃくちゃ反るわけだから、なんかさ、うってこのぐらいさ、やんないと。ダメだよね。ほんと結構ガチめに可動範囲を広げに行かないと、準備運動したことにならないっていうか、可動範囲を広げて、本気を出す作業をやったことにならないみたいなことだよね。まあ、体が柔らかかったりとか、まあ子供だったらそんなにやらなくてもいいかもしれないけど、大人だったらさ、運動不足だったりとか、体が硬いことってザラにあるので、そういう人はもうちゃんとやらなきゃダメだよね。その運動でどういう動きをするのか、どこをどれだけ反るのかみたいなことをちゃんと想定しながら、各パーツ各部分をしっかり伸ばしにかかんないとダメだよね。準備運動っていうかストレッチを決して適当にやってはいけないし、なんか学校体育で教わったような動きをテンプレート通りにやるじゃダメだよね。自分がこれからやる動きを想定してしっかり伸ばしにかからないとダメだよね。ストレッチで全然変わるから。ただね、いくつかちょっとポイントがあって、そこをね、触れておきたいなと思うんだけど、あんまりこう長いことじわじわってさ、伸ばしっぱなしにしたりとか、ストレッチを長めにかけちゃうと、筋肉の反応が悪くなって、今度は動きが遅くなるみたいな、動きが悪くなるみたいな感じになってしまうから、やるんだったら、まずこうやってさ、関節を動かしたりとかして、それで、反動をつけて可動範囲を広げるみたいなやり方をした方がいいかな。そしたら、まあ、可動範囲もね、限界まで引き出せるし、パフォーマンスも落ちないからいいと思うよってことだね。で、それでもやっぱり、その時間が1時間しかないとかさ、限られた時間の中でやろうと思ったら、結局そのストレッチに時間取られてしまって、中身が何もないみたいな感じになってしまうと思うから、そういう場合は、バク転で使うところだけやるっていうのも手かもしれないよね。例えば、バク転ってさ、こうやって、こうだからさ、主にここの可動範囲とかだよね。だから、こういう感じで伸ばしたりとかすれば、ここが伸びるんだけど、こことか使わないじゃん。こことか。なので、ここはスキップするとか、そういう作戦もいいと思う。だから、技によると思うけど、とにかく可動範囲はしっかり広げた方がいいっていうこと。まあ当たり前っちゃ当たり前のことを言いましたが、意外となんかストレッチ、柔軟を手抜きでね、ウォーミングアップしてる人もいるので、結構大事だよっていうそういう話でございました。もし手抜いてる人がいたらぜひ全然変わるのでやってみたらいいんじゃないという話でございました。じゃあバイバイ。